皆さんこんにちは、スプリングです。今日は前回訪れました、小室天満宮、天満神社ですかね、から、都の峰高原の方に向かっていく道中、万端線の寺前駅に寄りましたので、その様子をお伝えしようかなと思います。早速ですが、道を間違えましたね。ここね、市川町なんで、まだ市川町なんですが、鶴居というところなんですね。字はどう書くのかというと、鶴がいるというふうにね、書くんですけれども、昔いたんですかね、鶴ね。今でもね、北海道の、釧路の、まあ少し、北西のあたりにね、鶴居村というところがあるんですけども、あそこの鶴居村に関してはね、冬になると単調鶴が、飛来してくるというところなので、まあ本当に鶴がいる鶴居村なんですけども、はい。ここの鶴居はどうなんでしょうね。はい、ここ左に行きますとね、鶴居の駅、万端線の鶴居駅というところになりますけども、今左手にね、万端線の列車が走っておりました。万端線の列車もね、もう姫路の人にとったらね、何とも思わないんですけども、実はあれ古い車両なんですね。103系という古い車両で、はい、103系の、もう厳密に言うと3500番台という、車両なんですが、はい、あの箱みたいな形をしてるんですね。この車両自体はかつてね、首都圏山手線であったりとか、武蔵野線であったりとかね、まあ最近までね、大阪環状線というところも、103系の車両をね、使っていたんですけども、まあどうしても国鉄の時代のね、かなり古い車両になりますので、最近ではね、どんどん数を減らして、結局今現役で走っているっていうのは、ここの万端線と、同じく兵庫県、以前ね、動画を上げました、加古川線、そして京都とね、奈良、まあ厳密に言うと、ね、その終着両方京都なんですが、まあ、奈良線というところを、今ね、現役で103系を走っております。日本各地走っていたんですけどね、もうほとんど姿が見られなくなったということで、鉄道ファンの中でもね、人気の高い車両になっております。地元民からすると全然何とも思わないんですけどねはい、もうそろそろね、おそらくあの踏切渡るかなと思いますので、どうせ踏切に引っかかると思いますので、万端線の車両を拝めるんじゃないかなと思います。この万端線っていう路線はね、なかなか面白い路線でしてね、あ、今103系に抜かれてしまいましたね。はい、拝むことはできませんでしたが、ここから100キロぐらいでぶっ飛ばしたら多分、追いつくとは思うんですが、まあそんなことしませんので、はい、行ってしまいました。まあちょっとまた後で編集でどっかにね、万端線の車両を載せとこうかなと思いますけども、はい、万端線っていうのは実はね、結構いろいろ面白い路線でしてね、はい、だいぶもう何十年も前なんですけども、通勤列車ではなく通勤客車っていうのがあったんですね。はい、50系客車っていうやつなんですけども、まあ日本全国でね、北海道から、九州まで、走っていた、客車にはなるんですが、はい、それはまあどんどんディーゼル機動車であったりとか、まあ、別の車両にね、変えられている中、この万端線は最後までそれが、残っていたと、いうような路線でもあります。はい、であったりとかね、まあもうマニアックな話になるとね、なかなかしんどいと思うんですけども、はい、DD54 でしたかね、というなかなかごっついディーゼル機関車がおりまして、お、ここ踏切渡れますね。あ、渡れないわ。渡れなくなってますね。はい、実はまあそのディーゼル機動車っていうのは、機関車っていうのはね、日本製ではなくて、外国から輸入したものになったんですが、まあそれを運行させてるんですが、まあしょっちゅう壊れるんですよね。故障して故障頻発で、まあダメだと。いうことになったんですが、まあそういうような機動車じゃない、すいません、機関車もね、この辺りを走っていたということになります。意外と面白い路線でもありますね。はい、
もう少し先に進むとね、生野峠が、生野銀山のある生野峠があるんですけども、まあ、その生野峠もね、結構険しい、ところになっておって、昔 SL が走っていたんですけども、まあ、ほんと昔ですよ、走っていたんですが、まあ、その険しさにね、耐えきれずに、逆走をしてしまったと、途中で止まってしまって反対向きに動き出したと、いうようなことがあったというふうに聞いてるんですが、ちょっと真相はよくわかりません。僕の思い違いだったら、申し訳ないですが、そういうようなことがあった、路線にもなっております。はい、とてもね面白い路線になるのでね、また乗ってみようと、まあ、もう乗るのはもう何十回と乗ったことはあるんですけども、はい、乗ってみようかなと思っております。またそれはね、いずれ、動画にできたらいいかなとは思います。はい、というわけで、私は現在ね、兵庫県上川町というところに入っております。上川町、どんな字を書くのかということですけども、神様の神に、川というふうに、書きます。そして上川町というところになるんですけども、はい、先ほどね、磐田線の列車がね、先に行ってしまったという話をしたかなと思うんですが、まあ、ゆっくり私も走っているんですが、なんか向こうの方も、信号の関係で結構ゆっくり走っていたので、前方の方に先ほど見えていたんですが、もう駅に着いたかなと思います。この先ね、寺前駅というところがあります。寺前っていうところがこの、上川町のね、まあ言ったら中心地というふうになるわけですが、まあ中心地といってもね、まあ田舎町というような感じなんですけど、別に悪い意味じゃないですけどね、はい、というような感じのところになります。少し寺前駅ね、様子を見てみようかなと思うんですが、この辺りはね、なんかコンクリートの工場であったりとか、石材のね、工場がところどころあるんですね。今前方にね、山が剥げている部分が、見えるかなと思うんですけども、おそらくあそこでね、石を削り出しているというようなところになるかなと思います。ここのね、磐田線であったりとか、もうちょっと北に行ったらね、山陰本線とかいう路線があるんですけども、この、まあ、なんですかね、兵庫県内であったりとかね、のその鉄道の砂利を、おそらくこの山から、取り出しているものかと思われます。時々ね、まあ、最近あまり運行なかったんです。この前ね、運行あったんですけども、その、砂利をね、運ぶ列車っていうのがね、運行されておりまして、はい、また多くの撮り鉄がね、まあ、出陣をしていたような感じなんですが、ちょっとその石材のね、採掘じゃないですね、採掘したやつを積み込む施設っていうのもね、少し見てみようかなと思います。今左手に見えておりますのがね、先ほど説明をしました磐田線の103系という車両になります。確かここの駐車場は一時的に20分ほどだったら無料で止めれたはずですので、はい、少し止めようと思います。月決めが、結構ありますね。ただ一時預かりが右側にありますので、ちょっと止めようと思います。お、今一つね、ディーゼル気動車が入ってきましたね。あれもキハ41といって磐田線だけの車両になるわけですね。元は2両連結したね、車両だったんですけども、まあその半分ぶった切られてね、はい、1両に無理やりさせられたという車両になります。ちょっとそれも様子を見に行こうかなと思います。
はい、少しね、駅から歩いてきました。一時預かりがね、今320円になっているようですね。踏切になっております。ちょっとそれ払って止めてまいりましたが、踏切ですね。こちらが寺前の駅になります。一応踏切に外出てきましょうね。はい、今ここに何か施設が見えるんですけど、あちらにね、103系、先日クリアテールになったというね、話題の103系列車が止まっておりますが、何か施設があるわけですね。よく見るとね、ベルトコンベヤーがついていますね。これこそが何かというと、先ほどねちらっと説明をしました、砂利を運ぶ施設になっております。奥の方見るとね、少し砂利が残ってますね。裏に行ったらよく見えるんだと思うんですが、仕打ちかもしれませんので入らないでおきましょう。はい、構内はねこのようになっております。万丹線にしてはね、かなり大きな駅で、ここまで姫路からねここまでが、このようにね各電車線というね、まあ、架線というものが張られて電車が走っております。でその向こう、ここから先はね、変な顔の列車が止まってますが、ディーゼル気動車になりますね。なので電車ではなくて気動車になっております。では戻りましょうか。止まっていた気動車がね、もともと2両やったやつを、もう無理やり顔面をぶち切って、無理やり運転台をね、取り付けたという車両になっております。走ってるのはね、日本を探してもここだけど、なので万丹線は唯一っていうものがね結構多いわけですね。ではね、もう一度寺前駅に戻ろうと思います。写真をちょっとね撮ってみましたら、踏切が鳴ってきましたね。おそらく特急が来るんでしょう。来ましたね。特急浜風というやつですね。この時間なので浜風3号の霞行きでしょう。はい、というわけでね、寺前駅を後にして遠峰高原の方向かっていきたいと思います。今ちょっと Google マップでね調べてみたんですが、いやなんか渋滞になっているようですね。いやこんなところで混むなんてね、この辺の人間としてはありえないなと思うんですけども、まあ本当に最近大人気のね、スポットになっているようですのでね、まあ致し方ないのかなとは思ったりしております。はい、ということで、この上川町もう少しね、奥の方に入っていって、大河内というところにね、向かって、まあ、その辺りに都並高原がございますのでね、そこまで向かっていこうかなと思います。いやでも先ほどね、まあ、帰ろうかなと思ったんですが、ちょうどね、特急列車、浜風がやってきましたので、はい、まあ、ついでといったらなんですけどもね、撮影をしてみました。まあ、万丹線っていうのは先ほども言ったようにね、本当に特徴のある路線で、変なものがいっぱいいるんですよね。さっき言った103系もそうですし、顔面、2つをねぶち切られて、無理やり運転台をつけられた、気動車であったりとか、
変なのがいるんですけども、まあ、今から10年前ですね、ちょうど10年ぐらい前ですね、先ほどの浜風もね、一世代古い列車やったんですね、キハ181型という機動車やったんですけども、私が一番、好きな車両になるんですけども、もう引退してしまってね、いないんですけども、ミャンマーに行ったらいるらしいんですけども、はい、日本から、渡ったやつがね、あるらしいんですが、ちょっとわかんないんですけども、まあ、その181型というのもここ浜風が、日本で最後まで残っていた路線になっております。はい、今隣ね、ワンタン線の線路があるんですけども、もうここはね、電車ではなく、ディーゼルしか走れない区間になっております。まあ、先ほどの浜風号っていうのはね、大阪から、兵庫県の北部である霞、そして浜坂、そして鳥取までね、その鳥取県ですけども、鳥取まで結ぶ路線で、山陰と山陽の、連絡をしている、陰陽連絡特急というものになっております。はい、まあ、兵庫県内、大阪からね、兵庫県の北の、豊岡であったりとか、城崎、に行くに関してはね、尼崎から宝塚の方を通ってね、コウノトリ号っていうのがあるんです。そちらの方がね、早いんですけども、まあ、途中神戸であったりとか明石、加古川、加古川はまあ止まるのと止まらないのがあるんですが、とか姫路とかね、その辺の需要を拾って、田島地方まで行く、っていうのが先ほどの浜風号の役割となっております。今ちょうどね、右手に、線路が見えていたかなと思います。はい、この先ね、市川という川があるんですけども、その川沿いにね、沿って長谷というところまで行って、そこから殿峰高原に向かうということになっております。本当に車が多いですね。はい、この辺もよくね、撮影、梅雨の頃であったらアジサイであったりとか、来ることがよくあるんですけども、こんなに多いのはね、やっぱり見ないですね。この秋ならではと、ススキがね、殿峰高原にいっぱい生えているので、それを目当てに、訪れる方が多いんじゃないかなと。反対方向の車も多く走っておりますので、はい、本当に人気なスポットになってるんだなというのを実感させられますね。はい、おそらく次のカットではね、渋滞に巻き込まれてるだろうと思いますので、はい、ツイッターによると2時間待ちとか、ザラだということなので、ちょっと嫌だなと思うんですけども、はい、向かっていこうかなと思います。次回は殿峰高原の様子をお伝えいたします。ご視聴ありがとうございました。